はい、最後ご紹介していくのがこちらのロングブーツになります、はい、じゃあかなり長いロングブーツですね。そうですね、2杯ぐらいの長さですかね。そうです。やっぱ2杯丈までの長さが特徴的なんですけども、はい、かかとの部分が、切れ目が入っているデザインになっているので実際に歩いても当たるっていうところはあんまりない。なので膝を曲げた時に非常に屈曲しやすいようなデザインにはなってます。膝を曲げた時に安心しやすい形になってます、はい、あとまあ2杯ではあるんですけど、そこまでヒールも高いわけではないので。そうです。非常にこう久々にブーツ挑戦するという方にもおすすめとなっております。そうですね、少しずつ出ているそのロングブーツのアイテムっていうところで、やっぱその丈感もがっつり長くて、あとやっぱつま先の、ワイドめなデザインっていうのもかなり特徴的なんですけども、そこにもかなり目がいくようなポイントにはなっているので、ぜひおすすめしたい商品です。長いからこそ広がるコーディネートみたいなのもあると思う。はい、まあ、ショート丈のボトムスはもちろんのことをブーツインしていただいてもいいし、まあ、ロング丈のスカートに合わせていただいてもおすすめという形ですね、はい、お色としてはこの3色展開なんですかね。そうです。右から、はい、ブラッ ク, ブラック、真ん中がイエロ ー, イエローで、左がエクリになってます。結構定番カラーとともにこう明るめのカラーのものだったりとかするので、はい、商品カラーによっては春先まで楽しんでいただきやすい、はい、今までと変わったブーツをお探しの方には、久々に2杯丈のブーツが出てきているので、ぜひご検討いただきたい。